一般的にはね、これ、まあ、八千代の神、まあ、道祖神、まあ、そのように読まれるのかなと思っちゃうんだけど、あ、ここは、これ赤の字ですよね。赤城。これ、田ですかね。あ、一番下の文字がちょっと判読できないけど。こちらは諏訪神社さんです。随分境内が広いですね。こちら公民館か何かかな。昭和56年度新農業構造改善事業商館地区集落センター。こちらが二の鳥居かな。諏訪神社、はい、阿行さん。こちらが運行さん。ワニ口と、まあ、鈴。御祭神は武南方の神ですね。まだ新しいですね。名前のわかる方いらっしゃいますかね。こちらはお寺ですかね。これ秋葉大権現ですね。まあ秋の字が書かれてます。若宮八幡の神。まあ、若宮八幡の神。こちらは諏訪大明神殿。あ、慶応3年ってあるかな。1867年。まあ、額はここなんですけど、十二様、これは大山富の神ですね。諏訪大明神。
天神宮、まあ、天神様ですね。菅原道真公です。はい。これ、まあ、十二様ですけど、今日は二年、水の絵犬、12月、吉日。これね、12神ってあるでしょ。ここね、山の名前が書いてありました。読めますかね。妙義山。まあ、妙義山の12の神ですね。あとね、この若宮八幡の神のね、お隣、弁財天。比較的新しいものですかね。そちらにね、諏訪神社さんありました。こちらはね、糸草龍泉寺、龍泉寺さんですね。まあ、石碑群がね、たくさんあるんですけど、向こう側にはね、百光神がありました。まあ、馬頭観音ですかね。日本開国と、これは、まあ、小観音。ミフレンゲを持ってますよね。百番。まあ、観音霊場のね、百箇所。まあ、巡礼の、まあ、消し岩っていうかな。その証。馬頭観音。これね、一番上の文字はね、梵字だと思われます。見待ちってありますね。あ、今日はか。今日は、2年、水の絵犬天。大乗妙典66部供養。明和6年。土のと牛。これも100番供養。文政4年。かのとみ年。2月吉祥日。如意輪観音。22夜町。そしてね、ここの一角がね、百光神。正面金庫。日月随雲。まあ、鶏。弓と矢。これは蛇じゃないかな。ね、今、西日なんで、庚申塚改修記念の日。まあ、この庚申塔は、天保7年、日の絵猿年、五穀豊穣と、無病息災を願って、村民一協力して、建立したもので、時代毎年区主催によって庚申祭りを実施している。まあ、しかし建立以来140猶予年を経て、荒廃甚だしく危険な状態になったので、静岡空腹を機に改修復元した。
本年は弘法大師1150年ご延期法要厳修の折でもあったので法恩の一助になれば幸いである。なるほど。まあこれ昭和60年4月吉日のことです。おーいった。まあ広いんですけど、まあ、周りにね、まあ内側を向けて庚申塔がずらっと並んでますね。こういった庚申。ここね、猿田彦ゾーンですね。猿田彦狼。で、ここからね、正面を。そしてね、庚申石碑。まあこんな感じですよね。こちらはね、典型的な緑泥変換。まあ、天神宮です。庚申塔。ねえ、たくさんあるよね。ずいぶん大きな木があったんだね。あ、そっか。親子石ですね。これはね、比較的新しいですね。これもすごいね。まあ、本来のね、親孝心はこれかな。こんな感じね。はい。